剣道は竹刀で相手を打つ武道です。その竹刀の組み方を学びましょう。はじめに鶴と柄を結ぶ手順です。まずは鶴に輪を作ります。もともと鶴に革小物がついているときはこの方法は取らなくて構いません。そして柄の先の革紐に鶴の先を通します。次に鶴を先ほど作った輪に通して、さらに柄の竹刀との間を通します。